戦争を廃止の戦いと辺野古新基建設反対の戦いは根っこは一緒で、戦争に反対をし平和を作る私たちの正当な戦いです。みんなで力を合わせて最後まで勝つまで戦い続けてまいりましょう。2000万人署名の運動を背景として野党に共闘を迫り、そして他方後で伊藤誠弁護士から報告がありますが、司法の場においてもこの安保法制の意見を問う、そういう活動を、長い長い活動を続けようではありませんか。新明和という会社が作った US2 その軍隊の飛行機、インドが輸入します。それインド人として私は本当にそれが恥ずかしいと思います。そしてその US2 輸入とともに、最近ね、インド用に海軍、日本の海軍とインドの海軍が共同に演習しています。その演習でもちろん南アジアがもっと危なくなってきています。インドはこれは中国のためだといつも言って、パキスタンとは関係ないと言ってますけど、パキスタンはもちろんそういうことは信じないでしょ。でパキスタンのもっと軍隊的な力を増えていくと、南アジアがもっとひどくもっと危ない地域になります。それはこの軍隊化の影響の一つですね。それでインドの首相モディさんは結構ファシストで、安倍政権と兄弟みたいです。彼もね、ヒンドゥー教原理主義者です。ヒンドゥー教が強いインドを作りたい。そして安倍さんと同じように教科書や歴史を書き変えるような計画を作ってます。それは本当言うと最近ね、ドキリツの立場を持っている歴史家や研究者たちがモディ政権の政党 BJP の人々から殺されています。そういう状態に私たちは日本人とインド人は一緒に力を合わせて、このファシスト、このファシズム、この軍隊化を戦わなければなりません。一緒に戦って平和の世界、核のない、原子力のない世界を作るように一緒に頑張りましょう。4日にやればいいだろうなどと居直ってる、こんな正月から安倍晋三が働くなどということは初めて聞きましたけれども、この1月4日皆さんもしやるようだったら私たちは国会に集まりましょう。この憲法53条違反の安倍晋三内閣に対して私たちの怒りの声を結集しましょう。19日だけではありません。必要な時には私たちはこうしたデモンストレーションを次々とやります。皆さんと一緒に必ず戦争法を廃案にする、廃止にする、そのために戦いに行きましょう。安倍政権